かわいい。Make it a Christmas memory。 皆さんこんばんは。もうすぐクリスマスですね。ということで、まあ一番作ってみたいのが米粉 100% のバケット、ダンスお米屋さんで米粉を買ってきたので、めっちゃ可愛い。見てこんな感じにお米みたいに入れてくれました。今バケット作るからチーズフォンデュにしよう、せっかくやからクリスマスご飯にしようっていうことで、今日は一人クリスマスパーティー開催です。クリスマスといえばシュトーレン作ろうかなって感じです。あとはご飯の準備をいろいろしていきたいと思います。それではレッツゴー。カンデピスにするか今回めちゃくちゃ迷ったんですけど、多分去年の動画がパンデピスやったのと、パンデピスはめちゃめちゃスパイス感じるので、ちょっとインド帰りの私には控えめでいいかなみたいな感じなので、まあシュトーレンにもね今回はスパイス3種類入ってるんですけど、シュトーレンにしました。シュトーレンの生地が完成して、で今から具入れていくんですけど、思ったよりスパイスな感じになっちゃったかもね。カルダモンとジンジャーとシナモン1対1対2ぐらいで入れました。めっちゃいい香り。水分がね、これは結構前に仕込んでた、これを使いたくて今日シュトーレンにしたんですけど、コアントロにつけてました。かわいい、大量モリモリと食べてほしい。多すぎる。絶対美味しいじゃん。完成です。はい、2分割しようかな。しました。美味しそう。めっちゃスパイシー。じゃあバケット最後仕上げていきます。カイリウム投入。いいね、本当にこれは雪みたい、美しい。真っ白でビビン。丸く三兄弟、雪だるまみたい、雪だるま。バケットも潰していきます。できた。OK、 完成です。乾燥しちゃうとダメなんで油を、はい、OK です。発酵させます。ちょっとお腹が空いたので、昨日のパン教室で焼いたごまパンに卵とハムを挟みます。食べます。できました。いただきます。イエイ、うまっ。じゃん、大量の野菜、まあ、ほぼ半分はもらい物ですが、これを今から切っていきます。捨てとかなあかんやつからなので、さつまいもからいきます。チーズフォンデュとスープも作ろうかなって感じなので、あとチキンのスパイス煮込み、里芋も煮込もうと思います。これは昨日あのパン焼く時に一緒にオーブンに入れてて、切り込み入れて皮ごと入れたので、スッと火が通ってくれたらいいなっていう感じ。とりあえずホーロー、ホーローじゃないや、せいろ、せいろに並べてみて、はみ出してきた野菜たちをスープに入れようかなと思います。リーパイ、優しい見つけたこと、決して神々の愛や後悔させないわ、あ
類 OK。 今オーブンではシトーレンを焼いております。もじゃもじゃ部分を洗います。ブロッコリーの茎大好き。カップの優しい大福、私に任せなさい。人参出てきたらかわいい。ウインナーもチーズフォンデュします。このせいろ2段なんですけど、多分絶対に入りきれない。エリンギ77円でした。どうしようかな。エリンギちゃんとパプリカどうやって切ろうかな。オッケー、玉ねぎだ。蒸した後の残り の、 あの野菜の、ね、エキスが詰まったやつでスープやるんですけども、トマトジュースがあるのでミネストローネ。里芋の皮むかないと、あ、ニンニクも切らないと。痛い。うわ、めっちゃいい。トロトロ皮むける。ほら、このやり方が一番いい。もう里芋の皮むくの嫌い。もうこれからは里芋はオーブンにぶっ込むことにします。美味しそう。これそのまま今食べたい。ちょっと塩つけて。はい、完璧。じゃんじゃじゃん。こんな野菜食べれへんやろうなってぐらいの量が切れました。じゃん、いいじゃん。溶かしバターを塗っていきます。の前にこっち仕上げちゃおうかな。何も考えず普通に小麦粉振っちゃって、クープが入れやすい。よし、焼いてきます。溶かしバターを塗ります。表面は今焼いて今日食べたいけど、本当はね寝かして食べるもんなんですけど、食べたいと思います。はい、ストーリーができましたので、野菜たちをせいろにね並べていきたいと思います。並べるのが超楽しみ。彩りよく持っていきます。確実に入らんことが決定しておりますね。うわ、絶対に入らない。つまいも、ウィッシュメリークリスマス。ウィンナーも入れてあげたい。これは彩りの手なのに。あー、オーブンが。ブロッコリー大好きやからパンパン。いいじゃん、ほらパンパンです。できた。ギリギリ浮いてるっていうね。まあいいでしょう。蒸していきます。じゃじゃん、米粉のバケットが焼き上がりました。いい感じ。あっち、クリスマスなアニス、かわいい、きれい。煮込んでいきます。わ、おいしそう。もちもちや。味見します。あの1日待って粉糖つけるんですけど、今日食べるのでもう粉糖まぶしちゃいます。カットしてみます。いいじゃん、いいじゃん。味見でいただきます。うん、おいしい。うん、よし、うん、素敵。全部完成しました。イエーイ。それではオープンします。できました。やばい。よし、見てください。よいしょ、食べましょう。あの服も赤にしました、今日は。よし、いただきます。最高ですね。今日はこの後バイトなので
かんないそう。うん。うまい。牛乳とチーズをチンして混ぜてチンしてって繰り返しました。この結構濃いな。うん。うまい。チーズがさ、撮影してる間に固まってきちゃってる。うん。もうチーズフォンデュは何が一番好きかっていうと、私はジャガイモ。うん。アヌルムとかは、このまま。うん、スパイス煮込み食べます。これがねもう大好きで、ほんまに最初の最初に長野と群馬に行った Vlog があるんですけど、パン修業のお弁当屋さんで泊まらせてもらってたんですけど、そこの時に教えてもらったやつ。うん、これがなぜか私の中ではクリスマスの定番になってます。このアイスをね入れるのもね、めっちゃクリスマスっぽくて好きです。うん、里芋にしたりじゃがいもにしたり大根にしたりしていつも作ってます。蒸した時に出た汁ちょっとコンソメ入れて、ニンニクで炒めた野菜を入れて、トマトジュースちょっと入れただけです。うん、次はバケット、これだけだよね。うん、これこんなハンドっぽくできるのなんて贅沢やな。いただきます。チーズにつけた人参大好き、野菜もいっぱい食べて、パンもいっぱい食べて、うん、演技ウィンナー、ちょっとそろそろもう一回チンしようね。カーバックって超の伸びる。そう、こうあって欲しかったね、さっきから。ウィーン。ウィーン。見て。トロトロ。うん。あとこれが半分残ってるんですけど、まあ明日もう一回チーズ入ってします。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんも良いクリスマスをお過ごしください。バイバイ。この動画がいいねと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。インスタのフォローとホームページのチェックもしてください。それじゃあありがとうございました。